楽天コボスタジアム宮城です。加賀対北信越、この試合の模様をお送りいたします。加賀の先発は右の斉藤、北信越の先発は右の小川、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは東野。背番号第9、初球空振り、1球目空振りから投げました。外角低め、外れてボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げました。3球目ストライク。第4球を投げました。縦のスライダーボール、カウントはツーボールツーストライク。第5球投げました。縦のスライダー、空振り三振。まずは三振に切って取りました。投げた、見送ってストライク。第2球投げた、アウトコース、パーム外れてボール、わずかに外れました。カウントワンボールワンストライク。投げた、打った、ファール。追い込んで第4球を投げた、変化球、空振り三振、2者連続三振。第1球投げた、初球決まってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました、外角高めいっぱいストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、一つ外してボール、カウントワンボールツーストライク。第4球を投げました、見送ってボール、カウントはツーボールツーストライク。さあ、投球は5球目投げました、アウトロー、縦のスライダー外れてボール、カウント3ボール2ストライクです。第6球を投げました、ボール、フォアボール。バッターは指名打者相田。第1球ボール、完全なボール球、ファーストランナーをちらっと見て投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、引っ張った、沼下、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。斉藤、今日はまずまずの立ち上がりです。北信越、この回無得点です。1回の裏、加賀攻撃に入ります。トップバッターは柴田、投げた、見送ってストライク。いきなり152キロ。第2球投げた、打ちました、ファールボール。投げた、ボール、カウントワンボールツーストライク。投球これから4球目打った、小倉交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の前澤。投げました、初球空振り。さあ、次の投球投げました、2球目ストライク。さあ、ツーストライクと追い込んだ。第3球を投げました、外のボール引っ掛けた、小倉下がっていった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番吉井、内角低めいっぱいストライク。まずは決めてきました、初球ストライクから。投げました、ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、これは引っ掛けた、これはライトフライになった、取りました。これで3アウト。小賀、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。1回の裏が終わりまして、加賀同じく無得点で終わって、2回の表、北信越攻撃に入ります。この回のトップバッターは長溜。第2球投げた、インロー見送ってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球を投げた、アウトコース低め、外れてボール、カウントワンボールツーストライク。さあ、4球目打ちました、ボールはレフトへ飛んでいきました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番マーカス。投げた、初球落ちるスライダー空振り、タイミング合いません。初球空振りから
投げた、流し打ち、どうだ、出ました、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。藤井背番号2。第9球投げた、インコース低め、ボール。第2球、2球目ストライク。第3球はアウトコース高め、空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、内側いっぱい、見逃し三振、内側いっぱいに決まった。最後は見逃し三振に打ち取られました。2回の表が終わって北信越無得点で終了です。2回の裏、加賀攻撃に入ります。先頭バッターは沼下、投げました、真ん中決まってストライク、まずは入れてきました。第2球、直球ストライク、インコースへ、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク。投球これから5球目、打った、ライトへ持っていった、これはヒットになります。出ました、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。肩越しにランナー見た。第2球投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球真ん中ストライク。次が4球目、投げた、完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球、平行カウント、投げた、外角高めいっぱい、見逃し三振、外角高めいっぱいに決まった。第9投げた、カーブはボール、まずアウトコース低め、投げた、打ちました、ライナーだ、センターからセカンドへ、二塁はセーフ、バッターは7番松本。第9投げた、ボール、まずは外角低め、慎重に攻めてきます。第2球投げました、空振り、タイミング合いません。投げました、直球見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。セカンドランナーちらっと見た、投げました、内角低め、ボール、カウントはツーボールツーストライク。投球これから5球目、三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは野見、初球空振り、肩越しにランナー見た。1球目空振りから、第2球、ボール、外角低め、カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、直球空振り、少し迷ったか。次が4球目、投げました、ストレートはボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ投球は5球目、ボール、カウント3ボール2ストライクです。次がラストボール、ランナー自動的にスタートします。三振、加賀2者連続三振に打ち取られました。2回の裏が終わりまして0対0、加賀チャンスをものにできませんでした。3回の表、北信越攻撃に入ります。この回の先頭バッターは芦川、投げました、初球見送ってストライク、1球目ストライクから、投げた、見送ってストライク、これで追い込みました。追い込んでから投げた、危ない球。さあ4球目、危ない球。第5球投げた、見逃し三振。右バッターボックスは9番土佐。第9球初球はストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。追い込んで第3球を投げた、空振り三振、バッターアウト。斉藤ナイスピッチング。打順は1番に帰って東野、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。
第2球投げました、打ちました、ファール。投球はこれから3球目、外れたボール、はっきりしたボール球、カウントは1ボール2ストライクです。次が4球目、投げました、顔の前通過。次が5球目、投げました、ボール、カウントは3ボール2ストライク。投げました、流し打ち、ファールボール。打ちました、東野、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは2番小倉、今日の第1打席はスイングアウト、初球を打ちました、ヒット、ボールは中継、小倉ナイスバッティングです。香川先制のピンチを迎えます。さあ、この勝負でゲームの流れを引き寄せるか。香川外野は浅めの守備を取ります。セカンドランナーチラッと見た、投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、縦のスライダー、ボール、高め、これは完全なボール球、カウント1ボール2ストライク、ボール、アウトローへ、カウント2ボール2ストライクです。第5球投げた、空振り三振、最後はキレのある変化球、斉藤やりました。香川このまま勢いをつけたいところ。香川この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番石上、危ない球。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、見送ってボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、決まってストライク。第5球投げました、打った、引っ張った、マーカス、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9球投げました、ストライク、タイミング合いません。第2球投げました、見送ってストライク。追い込んでから投げました、インコース高め、空振り三振、最後は直球、力で無事伏せました。投げました、初球決まってストライク、まずは入れてきました。さあ、次の投球投げた、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。香川結局三者凡退、無得点に終わっています。3回まで終了しまして0対0、両チーム無得点です。さあ、ここは守備を変えてくるようです。4回の表、北信越攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者アイラ、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、3球目空振り、タイミング合いません。投球これから4球目、縦のスライダー、ボール、インコース高め、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、打ちました、センター前進、ヒット、間、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。左バッターボックスには生田目、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げた、パーマーストライク。投球は3球目、投げました、インロー空振り、追い込んでいます。投球これから4球目、外角低め、ボール、平行カウント、投げました、アウトロー、空振り三振、
バッターは6番マーカス。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。初球ストライクから直球決まってストライク。もう追い込んでいます。ファーストランナーをちらっと見て追い込んで投げました。ストレート、空振り三振。マーカス全くタイミングが合いません。第9投げました、ストライク。まずは決めてきました。さあ次の投球、2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。肩越しにランナー見た。第3球を投げました、見逃しの三振。斉藤ナイスピッチング。4回の表が終わって0対0、依然両チーム無得点です。加賀、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは明石。インコース低めいっぱいストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、インサイド空振り。これで追い込みました。投球は3球目投げた、打った、ファール。投球これから4球目ボール。カウント1ボール2ストライク。第5球投げた、打った、ライト前進、ヒットになります。明石ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。代打は吉岡。に変わりましてピンチヒッター吉岡。第9投げた、決まってストライク。第2球投げた、打ちました。これはゲッツーコースか。二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。ツーアウトランナーなくなりました。投げました、1球目ストレート空振り。いきなり153キロ。第2球外側決まってストライク。追い込んでから投げました、あっと引っ掛けた。左中間へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。4回の裏が終わりまして0対0、加賀、未だスコアボードは0のままです。さあここは守備を変えてくるようです。第9投げました、ストレート見送ってストライク。第2球高めボール球打った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは土佐。第1打席はスイングアウトの三振に初球を打った。松本余裕があります、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って東野、投げました、ストライク。少し迷ったか。さあ次の投球投げました、危ない球。第3球を投げた、ボール。これはわずかに外れています。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げた、打ちました。レフト左へのフライですがレフト取って、これで3アウトチェンジ。北信越、結局この回3人で攻撃が終わっています。5回の表が終わって0対0、北信越。バッターは代打上林。に変わりましてピンチヒッター上林。第9背番号25投げた、初球見送ってストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから投げた、見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、打ちました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番松本。今日の第1打席はスイングアウト、投げました、初球外れてボール。第2球投げました、打ったいい当たりだ。1、2塁間ライナー破っていった。松本いいバッティングを見せました。さあワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。バッターは8番のみ。
第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球シンカーはボール、カウンター2ボール。第3球を投げました。見送ってストライク。第4球を投げました。打ちました。ファールボール。次は5球目、投げました。打った。センター前に出る。掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球投げた。初球はストライク。いきなり150キロ。第2球投げた。ボール、大きく外れました。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。アウトローを見送ってストライク。第4球を投げた。カーブ、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。5回の裏が終わりまして0対0。この後は特別ルールによりノーアウト。さあここは守備を変えてくるようです。投げた。初球決まってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。縦のスライダー見送ってストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球を変化球、空振り三振。斉藤、見事なピッチングです。ピンチヒッターは中条。第9球投げました。完全に外れた。ボール。第2球投げました。打った。痛烈な当たり、センター下がった。ワンバウンドヒット。ボールは中継。この試合初の得点が入りました。1対0。バッターは指名打者間、北信越、追加点のチャンスを迎えています。第2球投げました。アウトロー、外れてボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。インハイへ変化球。ボール。カウントは2ボール1ストライク。サードランナーチラッと見た。投げた。アウトコース低めストライク。タイミング合いません。さあ5球目、縦のスライダー。ボール。カウント3ボール2ストライクです。投球はこれから6球目。アウトコース、空振り三振。バッターは5番生田目。今日はレフトフライと三振。インコース、縦のスライダー外れてボール。第2球投げた。アウトロー際どい球。ボール。カウントは2ボールノーストライクです。投球はこれから3球目。ストライク。投げた。打った。ファール。投球これから5球目。縦のスライダー。空振り三振。延長6回の表が終わって1対0。やっ。さあここは守備を変えてくるようです。投げた。インハイ際どい球。ボール。攻めてきます。さあ次の投球。低め決まってストライク。投げた。カーブは空振り。北信越、内野陣はゲッツー体勢。さあ4球目、打った。流し打ち、ファーストの左、ゲッツーコース。セカンドフォースアウト。アウト、ダブルプレイ。北信越なおもピンチが続きます。第9球投げました。初球空振り。149キロストレート。第2球投げました。ボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げました。ストレート決まってストライク。さあ次が最後の投球になるか。サードランナーチラッと見た。打ちました。中井バック取りました。試合終了。小川見事な完封勝利。香川悔しい敗戦です。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた小川。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は1対0、香が1点差で敗れました。勝利投手は小川、敗戦投手は斉藤。実況担当は堂前秀夫で、楽天コボスタジアム宮城よりお伝えしました。